それでは今日の問題を解いていきましょう。今日の問題は数学オリンピックで出題された指数方程式の問題です。まあちょっとどこの国なのか、予選なのか本戦なのかもわかりませんが、数学オリンピック関連の問題だそうです。3の x 乗かける5の x 2乗乗イコール15という指数方程式の問題です。まずですね、まあ右辺の15という数字にちょっと注目してみるとですね、これって 3×5 で素因数分解できるので、まあ左辺も3と5、右辺も3と5、こんなところにヒントありそうだなっていうことがわかるわけです。式を改めて書いてですね、3は3、5は5で右辺と左辺に固めてみればいいかなって思うわけなんですよね。両辺を5で割って、両辺を3の x 乗で割ってという感じにすると、こんな式に変形することができます。ということは、指数をきちんとまとめていくと、5の x 2乗マイナス1乗イコール3の1マイナス x 乗というふうになるわけです。ここからじゃあどうしようって話になるんですけど、まあここまで来ちゃうとちょっと対数取るしか方法ないですよね。ログ取ってあげるとこんな風に指数の型の数を前に出すことができてですね、ああなんとなく二次方程式の形になっていくんだなーっていうのがわかるわけです。ここで両辺をログ5で割ってあげます。そうすると右辺が 1-x かけるログ5の3みたいな風に、まあシンプルに係数をね設定して書くことができるんだなっていうことと、左辺に移行するにあたってちょっとマイナスを前に出してあげて、こんな風に式を変形してあげます。そうすると左辺っていうのは x2乗-1ですから、おなじみ2乗引く2乗ですよね。そして足すことの x-1 かけるログ5の3イコール0ということなんで、 x-1 でくくれるわけです。そうすると x-1 かける x+1+ログ5の3イコール0というふうに、まあ因数分解できてですね、まあこれでほぼ答えは出ましたよね。まず一つ目の答えは x-1 イコール0なんで x が1ということですね。で、二つ目の答えっていうのは x+1+ログ5の3イコール0ということですよね。で、これ x っていうのはまあマイナス括弧してますけれども、-1-ログ5の3、まあこれでまあ答えでもいいですよね。なんですけど、まあちょっとなんとなく少し綺麗な感じにしてあげると、1ってログ5の5で、それにログ5の3を足すってことは、ログの足し算っていうのはまあ中身をね掛け算してあげるってことで、こんな風に x イコール-ログ5の15みたいな風に書くことができます。まあ、ここら辺はちょっとお好みですかね。2番目の答えの方はお好みだと思います。ということで、答えは x イコール1とマイナス65の15という風になるわけです。いかがでしょうか？指数方程式、数学オリンピックということでね、ちょっと構えてしまいますけど、そんなに難しくなく、きちんと丁寧に式を整理してあげれば解けると思います。2つ目の答えの書き方はいろいろあると思いますし、趣味かなというふうに思います。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。